おはようございます。今日も一緒に三振の勉強しましょうね。三振の堂牧也です。よろしくお願いいたします。じゃあ今日は、声楽譜付きクンクン C の中で、第1回一発目にある曲定心会開花本調子、作曲が千名貞夫という形になってます。じゃあこの皆さんこの本を持たれている方多いと思うんですけれども、どんな歌なのっていうことなんですよね。みんな思ってるのは一体じゃあどんな曲なの、声楽は書かれてるけどどんな歌なんだろう、聞いたことがない、そんな人も多いんじゃないかなと思うので、取り上げていきます。というかこのクンクン C を元にして最初から最後までもう全部やりましょうね、コツコツと。じゃあ今日はこれにしましょう。昨日は祝い節だったけれども、でこれの最初に定心会さんにお邪魔した時に一発目で、弾いてた曲がこの曲でした。今昔話ですけれども、ある現在超有名な三線職人さんがいらっしゃいまして、その先生からの、紹介で、この定心会に入ることになったんですが、もう数々の大御所、今は亡き大御所の方たちもいっぱいそこにいて、その中で、わけのわからない僕みたいな人間が、入ることになりという、なんともこう緊張というかアウェイ感の漂う、一言も何も喋れないみたいな。でもそこで一人一人の歌を聞かせていただいて、なるほどこういうところはこうしてんだなというふうに盗んでいったという感じです。じゃあこれはまあそんな余談は置いときますけれども、じゃあ歌ムチどうなってるのかで行く前に、じゃあチンダミしましょうか。じゃあ今日も A シャープ2の高さがうんじるうじるで、で次が D シャープ中じる、そしてもう一回 A シャープみじる、これが A シャープの本調子になります。じゃあ歌ムチからいきましょう。前奏はタンタン、このリズム、タン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 、真ん中に G が入ってるから 裏拍子で取るわけですね。チャンタ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 ン、丸でもう一回という感じ。じゃあ2回繰り返しましょう。アイからせーの、はい、尺高尺高上し上し丸、はい、上し上し丸というのが前奏になります。そしてこの歌い出し、じゃあここから歌い出し、歌が始まって終わるまでのこの長さちょっと見てみましょうか。歌とつゆ歌詞がありますけど、このうとたの、ここに三角の四角が、三角の記号が、あるんですけれども、これ古典などでよく、頻繁に出てくる記号ですが、ぬみじんの喉を一回、喉を飲むというか、声を飲んでパッと出すみたいな、このだからこれはうに当てるわけですね。でうとたのこの、言葉は声楽としては尺の1オクターブ下げの高さだから、うというのが高さ、
たーとなります。うーは飲むから、声を飲むというよりもちょっと切るみたいな、切ると言った方が伝わるんじゃないでしょうかね。飲むって言っても自分も習い始めるとき、飲むって飲めって言われて、声をどんなして飲むのを出してるのっていうので、こう空気を一生懸命吸ったっていう、あのバカなことをしてましたけれども、言葉で取るとわからないので、声を切るという感じがいいんじゃないかなと思います。うったで、うーたーで伸ばして愛の字、愛の高さになった。うったでローの打ち音でローに上がる。そしてC 弾いて反拍してから C の高さあーが、ここがまたローをつ愛に、急にこう愛にまた戻っていくと、こういうところの技が面白いですよね。しかも C と愛のこの反拍の長さで、この声まで一気にこう下がっていくっていうのが、もう最初からこう面白さを出してるわけですね、この先生が。こういうところですよね、そのすごいところっていうか。あーで、愛に下がっ、愛引いて愛に下がったと思ったら、あーぐーで、また尺の1オクターブ低くに声は下がっていくと。あーぐーで来たんだけど、愛引いたらまた愛にな、愛に合わせる。ぐーよーという言葉がこう通じて、引き伸ばしていくと。これだけ細かく見てもこんなにこういろんなことをしてるわけですね。さすが大作曲家の先生ですよね。じゃあじゃあこれ一回通して、ここからここまでいきましょう。せーの、しーろーあつお、はい、うたできるって感じですすいませんね、朝から鼻声で申し訳ないな。まあ自分の勉強だと思ってますので、まあもうしょうがないな感じですけれどもね。じゃあもう一回ゆっくりこっからいきましょうか。うーたーからめちゃめちゃゆっくりでいきましょう。せーの、じゃあ うーからだね。あ、 C からいきますか。もう C から入りにくい。じゃあ C からいきましょう。せーの、 C、 うたぐよ切る C 丸っていう感じですね。まあちょっとね、雑なところはまあ勘弁してくれという感じですけれども、じゃあこっちまで行きました。クーでロー、休符の時に、休符のタイミングでローの高さでクー、クーが反拍で C に上がると。この長さ反拍なんです。反拍なのでクーという感じのバチさばきになるわけですね。こうで C でぐーっと三拍ずっと伸ばして、こうるロー C だからルートチャーズポチャーあるというところ、これを一息で、書かれているので、とりあえず一息で歌えるかわからないですけども、まあ一緒にやってみましょうよ。
ましょうね。じゃあ、これも C からいきましょうか。コロとちゃで、ここもここ尺今聞きましたけど、ここまたこの三角和がこう記号があるということなので、ヒットっていう上尺、高さはヒが上、トゥが尺、ヒットっていう感じになります。ヒットっていう感じでトゥで、くこうがうわー伸びて、で5を引いて5を引いて上げたタイミングでいやーってこう上がって、やーまで上がっちゃったみたいな感じになって、でまたこう引いたらまたこうに下がるっていう、こう反拍のこの技がこうガンガン入ってくる、めちゃめちゃ大変な感じになったりしますけれども、反拍来たら反拍来て、また反拍来て、またこここうでまたそのコート一緒にこの字になると、ヒットヤヤな、こっちでこの山形の次、三角じゃなくて山形の記号が来たので、あーなーってちょっと喉をかけつつ、あーでまたこう尺に引いたら、またまた半拍で尺に折り、でまたこう引いて、またこうに上がり、そして上がったと思ったら休符のタイミングでまた三角和が来る、三角っていうかこの山和が来るから、また喉をあにーとやり、でまたこうずーっと伸ばして、こ今度はこう尺引いてるのにこうの高さに なるわけですね。これはでこうのタンタンってこうタンタンになった時に、尺がでふーんっていう声をこう下げましょうみたいな、このパーセンテージのマーク、何パーセントみたいなマークがこう入ってるわけですけども、この何パーセントがこう声をうーんと下げるみたいな、まあわけのわからん解説になってますけれども、じゃあ尺からいきましょうか。尺からこっちから一気にここでいきましょう。はい、せーの、フィットやこの辺がちょっと難しいかな。もう一回やりましょうか。じゃあ尺引いていきましょう。はい、じゃあ尺、せーの、フィットやになります。で相引いて、またこの三角語がまたね、ガーで三角ってどんなしてやるのかがちょっと分かんないんですけど、ガー分からない、これはもうすいません、これ分からないです。でもみんなっていうか先生以外はこれつけてませんでしたみたいな、まあ、感じになりますけれども、ガーの高さが尺の1オクターブ低くだから、ガーになるわけですね。
うちょっと喉が、ああ、すさびよっていう感じで疲れますけれども、ちょっとコーヒー飲みましょうね。なんでコーヒーなのかわからないですけれども。まあこういうふうに細かく見ていくというのは、あの古典のいっぱい勉強されている方々とか、まあね、芸大の若い人たち、あとはまあそういう人たちはもうバンバリバリですね、やってるかなと思うんですけど、ここまでの感じはさすがに本堂はあんまりないだろうな。まあ、沖縄県内でもみんながみんなここまで同じで見てやってるわけじゃないですからね。だけどその方が面白いですよ、絶対。あの自己鍛錬にもなるし、もっと人の歌とかその大御所の歌、その楽しみ方っていうのがものすごく増えますからね。絶対やった方がいい。これやらなかったら別に自分やってなかったと思います。こういう三線自体楽しもうとか、全然意識してない時もいっぱいありましたけど、やっぱ指摘を受けていろんな先生から、素晴らしい先生たちから、見て学んだりとかしたこと、自分はできないですけれども、でもやっぱり知ってよかったなって。こんなに沖縄の歌っていうのは、民謡とか古典っていうのはこんなにすごいんだなっていう、その良さっていうのをやっぱり分からないと、あの早弾きの演奏の刺激に走ったりとかしちゃうんですよね、人ってね。だからこう沖縄の落ち着いたこの南国 のリズム、こんなゆっくりな曲だけど、その中にこう味を見出そうという沖縄のそういう、良さっていうのがやっぱり今からもっと光っていくべきじゃないかなと思いますけれども、広くですね。もちろん知ってる人はいっぱいいるけども、広くは知られていないっていう。じゃあガーが尺の1オクターブ弾く、ガーで、ここでガーはこっから丸から始まって四角で終わるから、この3拍の長さしかない。だからここは一気にいきましょうね。ガーでローアイに上がって、シーシーカーピっていう感じです。じゃあ、ガーまでやったから、アイからやってガーに行きましょうか。せーの、アイガーシーカー。はい、ここから難しいっすよね。でローを弾いてるんだけれども、あー、オツ弾いてるんだけど、半拍過ぎた時にローの高さに声は降りないといけない。ここに引っ張られるなーっていう話なんですよね。例えばこれ引っ張られたら、って下がっちゃうんですよね。かーになっちゃうんですけど、これはローなので、声の高さはローなのでっていう、イーカーになるわけですね。じゃあ、こんな感じで、この曲の前半は、前半と後半に分かれますけど、前半はこれで終わった。じゃあこっから2回繰り返してこっちまで行きましょう。 OK。暑いやつさ。OK、 じゃあ行きましょう。首痛い。首が痛くなるな。カメラ見ながらだから。じゃあ愛花行きましょう。せーの。尺高。
丸。はい、歌いきまーす。歌死んでみおかしいですよ。やっぱりな。身汁下がってるし。OK、もう一回、じゃあ行きましょうか。今度は、あ、まあ今度も同じように行きましょうね。一回、二回繰り返しの、こっちまで。やっぱ朝しんどいですね。OK。いきましょう。はい、からいきましょう。せーの。丸、愛、尺、高、尺、高、高、四、六、四、いきましょう。ですけど、次の歌詞も全く同じ構成になります。じゃあとりあえずやってみましょうか。じゃあとりあえずこんな感じっていうのは参考にはとりあえずやりましょうね。あの、わからないで終わるのはちょっと違いますよね。じゃあこれ一回だけ歌道やってやりましょう。なさOh,
という感じになりましたということで、はい、じゃあまあこんな感じですね今日は。はい、まあこの20分ぐらいずっとまあ同じ感じのやつをやりましたけれども、まあこういう感じで1日1曲でもいいので、まあ自分なりに深掘りしていくと、深掘り動画ではないみたいな感じですけれども、とりあえずうまい下手とかなんとかっていうのも置いといて、自分なりにこうかなああかなという感じでやっていった方が絶対いいですね。なんかもっともっと三線を勉強したい、なんかこう 海とか、あ、じゃあヤクルトが来たので、じゃあ今日はここまでで終わります。